In this video, we will discuss how to play the game Digimon Story, Cyber Sleuth on a Silicon or Mac M1 computer. This is also a response from one of my commenters regarding his or her inquiry on how to play Digimon Story on Mac because she tried many ways to play it. I tried using the crossover software to play the game, but we found it slow. In my testing, I recommend using the Ryujinx emulator for Mac M1 as an alternative. As I said, the Ryujinx emulator is the best way to play Digimon Story, Cyber Sleuth on a Mac computer. This is because the frame rate is stable when using the Ryujinx emulator, in contrast to the instability experienced using crossover. In my experience playing it on this Switch emulator, you can notice some graphical artifacts, but they are very much unnoticeable and will not hinder the gameplay. Overall, using the Ryujinx emulator is the most effective method for playing Digimon Story, Cyber Sleuth on a Silicon or Mac M1 computer. Thank you for watching, and if you have any inquiry like this, don't hesitate to comment down below. エデンとの画像通信ラインにだけノイズが走っているみたい。デジタルなら仕事に支障はないな。優しい。そういう言ったはずだ。仕事を。おいおい、強敵の名はどこの地。クライアント見つけ次第同じ悪どい白。私たちはなあ、もう分かってるって。気分の問題だよ、気分。まずはクーロンにいるハッカーから。はいよ。ちゃ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 ん、聞いて踊る。聞き込みでリアルでもお前がち。もう一度言うが、これはテストだ。てめえの覚悟を俺たちに見せてよ。お手な。
何か分かった。上出来だ。警戒されると厄介だぜ。どうする？すぐに奴の居所を知る必要があるな。エリカ。仕込んだ通信記録見つけたよ。そのエリアの最奥にいる。ご覧のと奴は近い。俺も行こう。いや、そこで待機。お兄ちゃんと別にし、あとはなんかお嬢、俺たちまだわざわざ いるの期待しそこで待ってろ。私はそのなぜ私これはいい本当に墓そのけなあそれじゃあ本気見…でもクーロンって知ってるだろ。ハッカーのたまり場になってるエデンの廃棄エリアさ。そこに闇マーケット…そこに行け。そこのモブ顔お前だよ。お前しかいねえだろうが。モブ顔のお前マーク聞きたい。そうだな。何を買うってここはその売人である俺に物を尋ねるならそんなことも知らない。そういや最近デジモンどうせ
デジタルモン、誰がつ、ハッカーはそいつ、珍しいデジモン、一世代前のハッ、今時そんなめんどくさい、そこからかよ、デジタルモンスター、誰が作ったんだ、ハッカーはそいつら、珍しいデジ、一世代前のハッ、今時そんな、デジモンプログラムを見つけたら、キャプチャーは、無線、その後、コンバートで間違えるなよ。その技術、でけえち、ま、てめえでできない。さて。お前、それか?長いこと、ま、新米に、そいつに、んじゃデジモンキャ、はあ、素人が、冷やかしかよ。余裕、ずいぶん頭にきたぜ。ちょっと、デジモンも持た、何の騒ぎだ。見れば、そいつはど、口を挟むんじゃね、廃棄品、面白い、はあ、デジモンキャプチャーだ、ハッカー同士、何を、俺たちハッカーがもうここで、このやり方で、どうせ何も知らずに紛れ込んだが、に、どうする、お前と戦いたいとよ、スキャンもコンバートもしてないプログラムだが、おい、数を合わせ、始めようぜ、始めようか、悪くなかった。勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え。余計なことしやがって。何なんだよお前。どこのチームのハッカーだ。おい、やめろ!そいつは、三島隆二だ。すまない。俺たち、ま、構わねえよ。俺は水郷で手を貸しただけだ。この件は、これでしまいだ。いいな。あ、お前、今回は、どんなもんで、それを。わかれ。騒が、
お前も来い。いいのか？そいつはお前に夏使ってやれ。で、なるほど。それでお前は大層ゴリ。エデンは、つまり、カタギのガキが諦めるんだな。実はな、俺はデンリアだ。エデンのハッカー。お前、うちに入れて。だが、俺と組む、てめえの面に唾、偉そうに。もしそ、俺たちが、どうする？情報収集。行くぞ。